ね、昨日まで、まあ昨日までっていうか、今度ね、ずっとあの岬の蔵でやって、で昨日もあの会社はね、あの休みだったけど、ちょっとこれ間に合わないなって言うんで、あの朝からね、ずっと追い込みで、やっとね、なんとなく仕上がってきたんだよね。で、一応今日あの4時に一応オープンするということで、で、まあ、あのちょっとね、あの他のその店ともう なんとか全く全然違う異空間を作ろうということでですね、やってきたんだけども、あの、まあ、地元の人たちはなんかこうまた美術館作るんですかみたいなね、ノリの店になってるんで、まあまあ、あの なんとなくその、面白い形になるのかなと。で、これね、この店ってさ、あのみんなね知ってる通り1年半くらいも買ってるのかな。でね、まあ、たまたまホテルで、ね、和食の店を始めて、で店っていうか、まあ、従来 そのなんかイタリアンとかさ、そんなのとか始まってきて、で今度和食にして、で、あ、これは結構いけるなっていう なんとか手応えがあったんで、じゃあちょっとその和食の店をさ出そうよっていうことで、まあ、今いるね、あの、料理長とかさ、まあ、いろいろと打ち合わせしてたんだけど、もうまずはさ、これちょっと無理ですよと、できませんよという話だったのね。で、それでできないって話だったんで、じゃあさ、できる方を考えようよって言っても、なかなかこれね、人間ってさ、前に進むの時間かかるんだよね。で、このね、前に進むっていうことについてはさ、人ってね、進まない方がね、いいんだね。うん、精神的にさ、だ、そうでしょ。だって、さ、やらない方がさ、リスクないんだもん。で、今ね、ある程度評価を受けてればね、やらない方がさ、今のリスクに対し、今のさ、仕事に対してさ、評価をさ、その、うん、悪くならないじゃん。で、ある なおかつさ、逆に言うと新しいことをね、人間ってやるとさ、あの悪い評価を受けてしまうとさ、次が なんとか面倒くさいなって思ったりね。あとはさ、やらない方がさ、あのなんとかな、今の業務がのやり方っていう目処を考えた時に、やらない方がさ楽なんだよね。人間ってね、だんだん楽なのに楽なのに行くんだよ。で、その時にね、やっぱ僕大事なのは、一番最初ね、やろうって決めたやつがやるって言って動かすことだね。で、今回のね、店作りについてはさ、まあ、人事から含めていろいろとね、やろうぜって決めてから、ずっとこうコツコツね、やってきてるわけで、最後はさ、ね、実際にさ、スタートさせた時にだんだんこうさ、見えてくるんだよな。で、見えてくるとそこに向かってさ、みんな走り続けるわけで、さ、今度だんだんね、ある領域を超えるとね、楽しくなってくるんですよ。で、だから楽しいからさ、別に時間忘れてね、どんどんやっちゃうんだよね。だからもうここのとこさ、ね、ここのとことか、まあ1ヶ月以上前からね、ここで仕事を終えてから向こうに行って打ち合わせするから、付き合わされてるやつはたまったもんじゃないけど、ね、夜にさ打ち合わせして、で、じゃあこういうふうにしようぜ、またね、業務やりながらまた夜向こうで打ち合わせしてってことやってるから、まあ、ずっとなんかさ、飯食いながらとかいろいろ打ち合わせ してきて、で、今回に至ってね、ようやく完成してるわけじゃん。でね、仕事ってね、すごく分かりやすいんだけど、子供の時にさ、外にさ、遊びに行く時ってさ、すごくリスクでしょ。ね、あと例えば、まあ、僕なんかの時代ってのっぱらがいっぱいあったからさ、のっぱらでね、三角ベースとかさ、野球やるよね、野球の真似事やるじゃん。で、ボールがさ、人の家に入った時に謝りってさ、すいませんって言って取りに行くじゃん。っていうさ、ことをやってても、楽しいんだよね。で、親がさ呼びに来るまでさ、外で遊びまくってるわけじゃん。で、それなんでかっていうとさ、楽しいからやってるんですよ。で、これがね、だんだん大人になってくるとね、楽しさって忘れるんだな。なんでかっていうと、勝手に仕事っていう物事の考え方に結びつけるから。だから例えば、プロ野球選手でもさ、ね、プロの、まあ、J リーガーの人たちも子供の頃からね、ずっと楽しいんですよ。で、プロになっても楽しいわけで、だから要するに楽しいやつが勝つわけじゃん。で、昔はね、違うんだね。オリンピックの選手ってさ、なんか辛い話でさ、辛い人たちが頑張ったけどなかなかメダル取れないっていう世界だったでしょ。で、最近はね、違うんですよ。人間のね、なんとなくこう精神的なさ、まあこの間言ったね、 EQ っていう物事の考え方ね、そのさ、 EQ の開発にすることによって楽しい方が成果が出るっていう結果なんですよ。だからオリンピックの選手、今ね、楽しい人ばっかり成果が出てるでしょ。辛くてさ、なんとなく頑張った人っていうのはそんなにね、成果出さないんですよ。でね、なんとなく頑張ってるから楽しい領域いかないので、そこってね、誰が決めるかって言ったら自分なんですよ。
なんか知らないけどさ、あの大人ぶっちゃったりするんだな。あのガキのくせにね、あのなんか大人になったつもりになってさ、それで、あのね、この部下がなんか来るとさ、大人ぶるじゃん。自分できないくせにさ、あの要するにさ、ね、部下に対するさ、仕事の楽しみってことをね、忘れさせちゃうようなやついるわけで、そうなってくるとだんだんさ、あ、仕事ってつまんないよな、ね、っていう話になってくるわけじゃん。で、ね、そうするとさ、自分の能力っていうものに対して要するにさ、開花しなくなっちゃうんですよ。で、見てるとね、なんとなく今の大人って元気ないじゃん。で、元気ないの何かって言ったら、で、この人たちってさ、本当はね、子供の頃元気だったんだよ、みんな。でもね、どっかの段階から元気じゃなくなるんだよ。それ何かって言ったら、つまんないことを教育したり、つまんないことを言うやつがいたり、つまんないことを要するに、見てみたり、ね、あとはあの元気のない大人がいっぱいいるとさ、元気がなくなるでしょ。で、あの会社の中でそうでしょ。元気のないやつがいるとさ、みんな元気なくなるじゃん。で、それは何でかっていうと、元気がない原因って自分たち作ってるわけでね。僕はね、仕事に対する物事なんかで、いろんな仕事してるでしょ。で、僕はね、仕事っていうものはやっぱり、ね、あのその時のね、楽しいっていうことね、自分が何をしたら楽しいかっていうことが要するに結びつくのが一番いいわけじゃん。で、今は僕はね、代表者だからさ、あの好きなことできるよ、ね、でもさ、ね、前職の会社の時でも好きなことやってたね。サラリーマン時代にも好きなことやれたんですよ。なんでかっていうと、成果が出せるから。で、成果出せるって何かっていうと、リスクを恐れないんですよ。で、リスクが恐れて失敗することもあるよ。だからね、必ず成功させるっていうことがあってからやってるから。で、それね、大体ね、みんなってね、見てるとくだらないことで失敗するじゃん。で、くだらないことで失敗すると、なんとなくその段階でもうリスクをね、回避しようとしちゃうんだ。だから、くだらない自分のその考え方っていうのは、くだらない考え方って自分の考え方だからね。だから人が決めてるんじゃないですよ。物事っていうのは考え方って自分で決めてんだよ。知らないかもしれないけど、あ、そりゃそうでしょ。いろんなやつからいろんなこと聞くよ、ね、で、僕なんかもいろんなやつからいろんなこと聞くよね。で、この間みたいにね、うちら人事アンケートとかさ、いうことあるじゃん。で、そういうこともいっぱい聞くよね。で、そんなこと聞きながらも、でも僕はね、一つの芯があるわけ。何かって言ったら、要するにさ、どうやったら人楽しく仕事ができるかな、ね、で、あ、これが苦痛だったらちょっと場所変えてあげようかなとかいうことをいつも考えてるわけ。なんでかっていうと、僕はね、仕事は楽しむためにあると思ってるからなんですよ。だから、ね、どんな仕事だってさ、楽しみ方ってあるよね。さ、俺ね、高校時代っていうかさ、まあ、中学校3年生の時からね、ストーブのさ、ね、製本あんじゃん。本屋に行ってさ、ずーっと夏だろうが冬だろうがストーブの前でね、本の煮皮を乾かす仕事やってたんだよ。みんな辛いんだよ。でもね、みんなね、要するにこんな仕事嫌だ、ね、つまんない、給料安い、いろんなこと言ってるけど、じゃないんだよ。じゃあもう少し効率よくやったらどうなのとか言って、ね、そのコンベヤーのレイアウトさ、社長に言ってこう、ね、こうした方がいいんじゃないですかとか、運び屋としてはこうした方がいいんじゃないですか。中学校の3年とか高校の1年ぐらいに提案してるんだよ。で、それで経営者の人は、お前頭いいじゃんって言ったら、頭いいんじゃないですよ。仕事しててこれみんなさ苦労して、もう星曲がったおばあちゃんとかいうのがさ、一生懸命とこう物運ぶじゃん。これ運ぶのにこの距離だったらこっちの距離が短くなっていいでしょっていうことを僕は提案してたりするわけ。それは何かって言ったら、仕事しながらさ、楽しく仕事した方がいいじゃんって、もっと楽に仕事したらいいじゃんってことを考えるのがなんか癖になっちゃうんだな。そういうするとね、褒められるってことは分かるわけ。だからね、いろんな会社行っていろんな仕事させてもらったけども、要するにね、必ず褒められるんですよ。それ何かっていうと、人が気がつかない第一歩をやるっていうことで、こうした方がいいんじゃないって改善提案できるってことなんですよ。だからね、一つね、やっぱり僕は思うんだけど、まあ、今回ね、いろんな人が手伝ってくれてさ、いろいろやってくれてね、で、ようやく、今日ね、一応オープンになると。で、このオープンになるっていうのはね、要するに誰かがやってるからオープンになってるわけ。これ誰もやらなかったらオープンにならないね。で、手伝ってもらう人も見てるとね、いやいや手伝うやつもいれば、ね、一生懸命やる人もいる、ね、で、それはやっぱり僕は仕事の中に楽しみを見出してるか見出してないかじゃないかと思うんだよね。で、人ってのはね、伸びる人っていうのはやっぱ仕事楽しんでますよ。どんな仕事やっても楽しんで見ながらやってる。これスポーツ選手も今はね、 EQ の世界になってるんだ。で、あと当然だけどもさ、肉体的なね、能力もあるよ。だけどね、大事なことはね、 EQ なんですよ。やろうって決めるやつが一番勝つってことね。
だからそれはあのどんな世界でも同じだから、まあ、ぜひ ね、 あのね自分自身がさ要するに今仕事の中で、ね、じゃあどうやったら楽しめるかな、 もっとどうしたら改善できるかな、ね、とかあとさ将来自分何したいんだということをやっぱ明確にさ思って行動するのとしないのと違うと思うよ。まあ、ぜひね、今日オープンして、明日から、明日から今日からね、営業体制入るんだけども、まあ、みんなもね、ちょっと興味を持ってね、見てもらいたいと思うね。まあ、次は六本木に1月25日出すんで、これもまたね、楽しみだなと思っていて、で、やっぱね、今日のね、今日っていうか今月の、行動を見てるとね、来月ね、やっぱちょっと少し、向こう側も真剣に少しずつ考えてさ行動とか、ね、計画立てた方がいいなと思ったね。まずちょっとそんなことで、今動きがあるんで、まあ、これはねいろんな意味での、ね、挑戦と思ってるんですよ、ね、だからそういう意味で、ね、やっぱ挑戦し続けるといいんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひ次の、ね、企画の人たち特に、ね、六本木これから挑戦するわけだから今回のやつを踏まえてまた六本木つなげてもらいたいと思うね。お願いします。